平こずえラジオでさあゆいさんモーレはい、皆さんこんにちは。今週もやってまいりました、カエラコズエラジオでさあゆいさんモーレのお時間ですよ。さあ先週ねちょっとお仕事のためお休みをさせていただきましたが、皆さんいかがお過ごしでしたか。はい、コズエはですねちょっと福岡の方にちょっと出張で金曜日から出かけることでラジオがちょっとね放送できなかったんですけども、ちょっとね1週間ぶりなんだけど、すごくなんかスタジオに入った瞬間すごい久しぶりの感じして、で池城さんねめぐさんともあなんか久しぶりだねっていう話をだいぶしたんですけど、まあ1週間に1回ね最低でも会ってるから、それが会わなくなるとなんか本当にねちょっと寂しいな久しぶりだねっていう感じにはなるんですけどもね。はい、先週は小杖の楽曲楽しんでいただきましたかね。さあ今週はですね、テーマフリーになっております今日は。なので皆さんフリートークをね、いろいろ聞かせていただけたらななんて思っておりますけども、さあちょっと2週間分お話がありますので約ね、先週土曜日そうですねごめんなさいねツイキャスの方も配信するの忘れてましたね。もう1週間はね放送を休むとそういうことになってしまうっていうね、大変だ大変だすいません。はい、ツイキャス今からご覧になってる皆さんごめんなさいね、遅れての配信となりました。はい、ではね、今週の今日のテーマはフリーです。フリーですので皆さんメッセージねお待ちしておりますよ。ぜひね楽しいお話、今週こうだったよあだったよっていうお話でも結構ですから、メールをいただけたらなと思っております。さあではこの番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレス 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 までお送りください。 FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしておりますので、 FM コザのホームページからご覧になることができます。動画の方もねぜひチェックして楽しんでください。皆さんからのメッセージコメントお待ちしておりますね。さあでは本日ね1曲目お届けするのはちょっとしっとりした曲にはなりますけど、沖縄の教訓歌大好きな曲からティンサグの花聴いてください。ティンサグの花よちみさちに染めて、親のよしごとやちもに染めて、君さちに染
ラジオでさあゆいさもーれ。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております。はい、いやなんかねスタジオ上空ねどんよりした雲があって、たまにねひょっと太陽さんが見えたりするんですけども、変な天気ね。いきなりもう午前中、昨日も夜からね大雨でずっと降っててね、朝もダラダラと降って、で午後からはね太陽がちょっと顔出してますけど、いやもう天気って言ったらさ、こないださ初めてね、人生初ね、野球プロ野球の観戦に行ったわけさ、セルラードームに。いやーもうあんなに日中は晴れてたのにさ、通り雨って言ってもさーって過ぎるだろうって思ってて行ったのに、いやーもうがっかりだね。もう最初始まる前にバッて降ってて、あー大丈夫かなと思って会場着いたら雨上がってたから、おっしゃこれ行けるぞと思ってて、始まってでもう1回表ですぐ途中ね、なんていうのかな、なんていうの、もう中止じゃなくて、なんだっけ、途中中断して雨のためね、でああと思ってたらまた雨上がったので、あじゃあまた再開ですってやってやったのに、もう3回表終わり、もうバーって降っちゃって、またもうこれでもう中止ですと。雨が上がりつつあったけども、もうグラウンドがとんでもないぐらいもう水たまりで、もう試合できるような状況じゃないと、それでもう中止と。雷もすごかったからね、ちょっとゴロンゴロンと、なってたので中止だったんですけどね。でもプロ野球の選手の皆さんがさ、最後もう沖縄の選手の方々が、なんていうかな、パフォーマンスとして、ランナーでね、一塁二塁三塁と走ってさ、
ホームベースのところでさ、スライディングしてさ、パフォーマンスしたりとかして、雨の中ね。もうそしたらさ、近くにいる子供たちもおーとかって言ってるわけよ。ねえ、やっぱ子供はしたいよね、そういったのね、喜ぶよね。いやー、すごく残念だったな。で、翌日のね、野球はね、もう順調にね、雨降ることなくやってたみたいなんです。翌日はちょっと私行けなくてね、見れなくて、すごく残念な一日だったなと思って。でもそれでもさ、私福岡に行ってたじゃん。そしたらさ、福岡でもさ、福岡ドームで野球やってたわけ、イベントが。すごいちょっと楽しそうなイベントで、テレビ局とタイアップしたあのイベントでね。で、それをテレビで見てて、ああ行きたいなとかって思ってたんだけど、いやいや、帰ったら沖縄ですぐ翌日行くから、それを楽しみに、あ、今日は行かない子、プロ野球を見に行かない子って自分で決めて諦めさせたのによ。もうどんだけ楽しみにしてたかって感じぐらい、もうがっかりしちゃってさ、まあいいや、まあ来年も来るだろうと。ね、それを楽しみにね、ちょっとまたあのしててもいいのかなって自分の中で思いましたね。なかなかね、プロ野球観戦って沖縄ではないじゃないですかね。あのキャンプは見に行ってもね、なんかそういったのがあるんで、すごくちょっと楽しみにはしてたんだけど、ちょっと残念な一日だったな、この雨で。だからこの天気がね、梅雨明けしたんだけどね、変な天気だし、台風は来ないしみたいなね、発生率も少ないじゃん、すごくね。大丈夫かなと思って、すごく心配なんだけどね。いや、でも来る時にでかいのが来そうで、ちょっと私もドキドキしてるんですけど。っていうのもね、今月来月はちょっと7月8月も含め県外に行くことがちょっと多いのでね、この飛行機が飛ばないっていうことがすごく心配でね、私の中でもあのちょっとハラハラはしてはいるんですけどもね、うん、まあ台風シーズンではあるんだけど、でも例年と比べるとね、発生率が少なくて、去年もちょっと少なかったよね、台風発生率がね。だけどね、もうちょっと天気もね、ちょっと微妙な沖縄ではありますけどもね、でも楽しみがたくさんね、イベント盛りだくさんで、ね、ありますのでね、いろいろとね、またそういう夏のイベントも楽しんでいきたいななんて思ってますけど。さあ、だから先週休んでね、その前の週の18日、6月18日の日曜日、父の日の少年大和のね、あの田場小学校の少年大和のチャリティー公演にあの出演したんですけども、いや楽しかった。なんかね、あの地域の皆さんのあの温かさが感じられたっていうのかな、久しぶりに。あのおじちゃんおばちゃんたちがさ、あの子どもたちのために一生懸命普段練習して、でその日のために、本当すごかった。男性陣はさ、黒の上下のスーツビシッと決めて蝶ネクタイしてさ、で女性の方はあのおめかしして、もう本当に朝から朝10時ぐらいから美容室行ったって言ってたんだけど、もう髪もちゃんと綺麗にして、でお化粧もして、もうすごかった。私よりすごかった。つけまつげもつけてさ、目もパッチリさせて、でそれでもあのカラオケサークルの皆さんとかが歌ってたりとかで、もう本当に、またフォークダンスもねすごかったな。やっぱ綺麗なあのすごい白のブラウスに、あのふわっとしたね、お人形さんみたいなあのスカートを着て、でそれでね踊ってたんだけど、そのメイクももうバッチリでしょ、おばちゃんたちもね、すごい綺麗な髪もね、もうピシッとしててすごく綺麗だったな。あ、これだけさ、子どもたちのために頑張ろうとか、地域の子どもたちのためにとかってできる人ってすごいなと思ってさ、私あのおじちゃんおばちゃんたちに可愛がられてるんだな、この子たちはっていう愛情を感じたっていうのかな、すごく嬉しかったな。でさ、あのなんていうの、この後にこの地域のあのなんていうのかな、あのエイサーの皆さんとかが出演してたんだけど、この赤の奥の青年会のエイサーが来てたんですけども、でもこの赤の奥の青年会は田場小学校に運動会のエイサー練習を教えてるそうなんですね。なのであの子どもたちは生で見るのが初めてだったりするしたみたいで、で自分たちがやってるエイサーはここがあの地元のこのエイサーなんだっていうのをちょっと確信したりとかね、ああそういうことを地域でやってるんだねって、それを僕たちは運動会でやってるんだねっていうのをなんか
初めて知った子どもも中にはいてね、あーそっかーっていう部分でそういったのも見たりとか、そしてまたね、あいもこさんがゲストで出てくれたでしょ。もう楽しかった楽しかった、笑わせてくれた、いっぱいね。えもう本当にさ、沖縄の子どもたちもやっぱり方言わからなかったりするじゃん、今の子どもたちで。うむくじぷっとるっていう歌があるのね、あいもこさんの子供たちさ、わからないからさ、何のことやらみたいな、きょとんとしてんのよそしてうむくじぷっとるってわかるって、何ですか、何のこと言ってるんですかって子供たち顔してて、もうおかしくてさ、もうああこういったのも一つ一つも勉強だなと思ってさ。で子供たちはあのもこさん、あいもこさんのね、あの大きな輪の歌でみんなでティーチターチミーチとかって言ってね、低学年の子どもたちは踊ってたり歌ってたりして、そして私の曲の時には高学年5年生がね、さゆさんも俺を一緒に踊ってくれたり、そして6年生はですね、あの当日の司会も、司会者の方と一緒に司会もやってましたね、うん、なので本当にあの部員の皆さんも全員なんていうのかな、あの出演者とあの携わって一生懸命あの進行とかもねやってたんですけども、すごく可愛かったね、子どもたちもね一生懸命やってて、もうドキドキする中で司会をね、あのいろいろプロフィールとかを読み上げてたりとかしてたんだけどさ、すごく可愛かった。で子どもたちのね一番ね入場行進が可愛かったプラカード持ってさ、一生懸命部員がみんな、もう本当に2年生から6年生までいるんだけど、もう本当にもう可愛くて可愛くて、でステージに上がってもピシッとしてさいやー可愛らしいなーと思って、私も表からちょっと見たいなと思ったけどちょっと見れなくて、舞台袖からね子どもたちの顔をちょっと拝見させていただきましたけどもね、すごく可愛かったですね。でこのチャリティーも無事に終わってね、そして先週福岡に出張で、福岡はですね、あのイオンの筑紫野店であのライブだったんですけども、そこで沖縄フェアが開催されてまして、福岡でね、でそこであのライブをさせていただいたんですけど、1日2回ステージの2日間やったんですけど、そちらにはねミス沖縄の方もいらっしゃったりとかねしてて、そしてあのまた地元のね、あの琉球国祭り太鼓の福岡支部の皆さんがエイサーを踊ってたりとかして、すごくねあのお客さん、土日開催だったんですけど、たくさんの方がね足を運んでくれて本当嬉しかったですね。そして人生初のねサインをもらっていいですかって言われて、いいですよって言ったのが、あもちろんサインはあのよく書いたことあるんですけど、なんとね何に書くって言ったら、三振に書いてくれと。っていいのって言ってて、いいですって、本当って言って、三振のね皮表のところで裏のところに書いてくれと言って、それをねサインしたんだけどね、私の方がドキドキしたね、すごくドキドキした。だけどその方たちはね沖縄で出会ったんですよ私、うん、沖縄のねあの国際通りにありますあの、ね、ガネコユリコさんのお店姫で歌ってる時にお客さんで来てくれて、でたまたま近所での開催だったみたいなんですね、この福岡出身の方で。であのいつもよく買い物来るって言ったら、こあのイオンのねあの筑紫野店によく来るんですって、でまさかこんな地元に来てくれると思わなくてって言ってて、すごく喜んでくれて、うん、だからもう出会ってね半年ぐらいもならないぐらいなんですけどもね、うん、その間にまた会うとはねって言っててびっくりしたんですけどもね。でまた中にはね2日後に沖縄行くんですっていう方もいて、うん、だからすごく楽しみでって、その前にみんなこういったステージを沖縄のことを知ることができて、余計になんていうのかな楽しみが増えましたって言ってて、2日後に沖縄行きますのでねとかっていう方も中にはいたりとかして、あすごいなって。で結構ね沖縄に行かれてる人って少ないのかなと思ったんですね、九州近いじゃないですか、だからもっと北に上がるのかなと思いきや、結構いましたね、沖縄に旅行行ったことあったりとかする方いましたね、本当に8割ぐらい、うん、いた、いた、私びっくりしたもんね。わかんない、この
一角が沖縄好きの人が集まってたのかもしれないんだけど、うん、でも8割本当にびっくりしたもんね。あ、こんなにたくさんの人が沖縄来てくれたことがあるんだと思うとね、嬉しかったね。うん、なので沖縄のね、いろんなものをやっぱ釜山の方も売ってたんですけどもね、もちろん私の出身のうるま市のもずくが売ってたりとかね、うん、もうそれをいっぱい買ってくれたのかなと思うとすごく嬉しいなと思うんですけども、そういったいろんなのがね、地域の各地域のものがね、黒糖だったりとかね、売ってたので、私もね大好きな商品をPR したんですけど、私が好きなのは一番手軽で大好きなサーターアンダギーのミックス、粉のやつ、卵3個入れて混ぜるだけでサーターアンダギーができるという、うん、もうこっち実演販売しようかなと思うぐらいな本当本当、ライブではなくてね、実演販売いやそのぐらいね、本当ね、みんなでああだよねこうだよねっていう話をしながら、ライブももちろんしながらお届けしたんですけどね。でこのイオンの沖縄フェアはですね、7月の28日29、30とね、また新潟の方にも行きますので、はい、新潟にお住まいの方ね、ぜひ足を運んでくれたら嬉しいなと思いますね。福岡の方もね、美味しいものもたくさん食べたよ。お魚もなんていうのか、ごまサバっていうの食べたんだよ。うん、もちろんサバの種類でもあるんだけど、このサバがね、新鮮だからこそ生でね、お醤油となんていうの、みりんとか入ってたんだけど、ごまをたくさん入れて、それをわさび醤油みたいなので溶いて食べたんだけど、もうご飯の上に乗せてガツガツ食べたい感じ。もうこれお茶漬けも最高だろうなっていうぐらい美味しかったね。もうごまさばも美味しかったし、明太子の卵焼き、一本入った明太子の卵焼きもうまかったし、うん、お魚の釜も美味しかったしさ、うん、もう海の幸たくさんで本当幸せな時間を過ごさせていただきました。はい、ではね、ここでちょっとツイキャスの方も来てますので読ませてください。ルドルフさん、はい、さいこんにちは、コジェーシャンメグさん、今日も楽しくということで、はい、ありがとうございます。楽しくお届けしてます、聞いてますかね。はい、レナさんから来てますね、メグさん、コジェーさん、コジェーさんがもう定番になっちゃったよこんにちは、健康診断で胃カメラ終わってなかなか起き上がれないレナです。今日もファイトです。あら、胃カメラ、そうか、きついよね胃カメラね。意外 ない私あるんだけどさ、私さ高校生で胃カメラ飲んだのよ、胃が悪くてさ、本当に最近もちょっとね胃が痛くて、私薬ちょっと飲んだんだけどさ、いやもう痛いよな、もう胃カメラ本当眠らせてくれって感じも、あれだから早く寝て、ね、眠りながらどんどん入れてくださいって感じなんだよね。いやレナさん大変だね。うん、ちょっとね休める間はちょっとねゆっくり休んでね、大事にしてくださいね。さあではここでね、久しぶりにちょっと元気な曲をおかけしたいなと思うんですけどね、いつもオープニングでかかってます平小瀬のね、さゆいさもれ、今日はここでフルおかけしたいと思います。それではさゆいさもれ、
はい、久しぶりにね、さゆいさんもあれフルで聞いていただきました。さあではね、続いてのコーナーに参りたいと思います。小杖のお試し合点のコーナー、イエーイ。はい、では本日ちょっと初めて飲む食べるって感じなんですけどねごめんなさい、冷たいスープ、コンビニね売ってて、で実は自分の三振のパートナーの人がさ、この間飲んでたわけよ。美味しいって聞いたら美味しいって言うわけさ。あ、そうって言ってて、なんていうのかな、あったかいコーンポタージュとかね、コーンスープとかいろいろ飲んだことあるけどさ、冷たいのってどうなのかなみたいな。でしかもさ、なんていうのかな、お店に行って冷製スープとかまだ想像できるんだけど、コンビニにこういうふうな、なんていうのかな、パッケージで、なんていうの、ストローを刺して飲むパターン、どうなんだろうなみたいなね。まあちょっと初めての私も経験で、今日はですね、冷たいエンドウ豆のスープとじゃがいものスープがあって、スタッフのメグーさんにどっちがいいって言ったら、ってずっと悩んでたんだけど、メグーさんが今日はじゃがいものスープを飲んでいただいて、今日はね、私はね、エンドウ豆の冷たいスープをねちょっと飲んでみたいなと思う。すっきりと飲みやすいドリンクタイプのスープですってどうなんだろうな。いやー、料理長のとっておきってよ。いやー、なんかね、なんか例えばさ、コース料理とか食べててさね、冷たい冷製スープですって出てきたら、お、冷製スープかって思うんだけど、それすら多分私口にしたことないような気がするんだよな、記憶にないんだよ。ということは飲んだことないんじゃないかなと思ってて、じゃあ今日はね、ちょっと冷たいエンドウ豆のスープを飲んでみたいと思います。じゃあちょっとストロー刺してみるね。いただきます。なんかね、飲むのが想像できなくて、飲んでなんか甘くなかったりさっぱりとかしたのじゃないもんだから、ちょっとびっくりする。一瞬飲んでみて、めぐさんでしょ、びっくりするでしょ、一瞬濃いよね、濃いし、なんか味が想像できないから、あのね、びっくりするね、ちょっと。いや、やっぱあれよ、飲みあとはやっぱスープだよ。スープだけどね、冷たいんだよな、もちろん冷たいスープだからさ、冷たいんだけど、うん、いや確かにすっきりしてるよ、なんていうのかな、もたもたしてない口の中で、でコンソメの味もするし、香りもねちゃんと抜ける感じで、いや私どっちかといえばもしかすると冷たいスープの方が飲みやすいのかもしんない。うん、ちょっとじゃがいもも飲んでみるね。どうぞ。メグさんの反応が見たくて、ちょっと私どうぞって言って、どうぞ先に待ってよ、じゃあ私も飲んでみるね。じゃあ今度私じゃがいも飲んでみるね。私はエンドウ豆が好きかな、うん、どっち？そうだね、結構じゃがいもね、でもね、あ、そうだね、じゃがいもはオニオンスープになんかもうコンソメの、まあ、なんかしつこくないね、全然ね、うん、いや、じゃがいも感ないな。どっちかというとエンドウ豆の方がまだとろっとしてるのかもね。じゃがいももっとあれだね、サラサラしてるね。そう、うん、エンドウ豆の方がちょっとドロッとしてる、そうなると、うん、豆の風味もね残ってるんだけどさ、もちろん。
いやちょっと意外や意外だな、あの不思議な感覚ではあるね、あのなんて言えばいいのかな、これあの野の中の銀の蛍さんがな何って言ってるんだけどそう今日はですね冷たいスープなんですよ。で今日はエンドウ豆のスープとあのじゃがいものスープを2種類ちょっと準備したんだけど、冷水スープじゃないですよ冷水ではないですよ、冷製ね、冷製だよね、冷製スープ、うん、いやこれさあの私ブラックペッパーいっぱい入れて飲みたいのかも。でもさストローで吸いたくない、うん、なんかストローじゃないな、カップに入れて、そうそう離乳食かって銀あの中の銀の蛍さんが離乳食ではないよ、うんうん、でもさこれ何と食べるんだ、スープこれだけ、これだけ、これと食べるセットが組み合わせがわからない、なんかパンであったとしても違うよな、なんか何と食べるんだろうなとかさ、何と飲むんだろうなとか、なんか謎なんかこれだけ飲むのかな、うん、ちょっとわからんな、わからんけど、あスープだったらね、あったかいスープだったらパンととか合うと思うんだよね。だけど冷たいスープって何と食べるんだってなると、飲むんだってなると全然浮かばなくて単品になりそうだよね。なぜ例えばあの病み上がりそう食べれない時にちょっと冷たいのでさっぱりスープ飲みたいとかさ、だそういうのかなとかさ、うん、でそれ以外なんか浮かばない。であとなんか離乳食かって言われてるけど、そうだよな、子供たちがね飲んだりとかするのかなとかさ、はあ、分かんない、ちょっと私は。だけどこれはじゃあ食事としてありなのかって話よね食事かっていうねえ、だってスープご飯とかスープパンサラダとかメインディッシュとかいろいろあるでしょ、でその中にこの冷たいスープってありなし、いやどうだろうな、食卓に並んでたらビルよね慣れてないんだけなのか、でそれが夏場は定番だったりするのかなとかさ、この冷たいスープがね、であ分かった、冷製パスタとかさ出る前の前菜スープ、冷たくするみたいな、違うかな、いやストローでは吸わないけどさ、お店ではもちろんレストランではさ、綺麗ななんかあのガラスの器とかに多分入ってくると思うよ、スープはありだけど、うん、このスタイルはなしだな、この片手で持ってストローを刺して飲むっていうのはねえ、何とじゃ食べる、パン、パンじゃないな、なんだろうな、分からんな、なんか朝もう運転出勤中にとりあえず飲むみたいな感じなイメージしかないな私は。そうそうそう、水分補給ではなくて朝食代わりに、なんていうのかな、おにぎりとかあんなのも食べれないけど、ちょっとこういうのだったらちょっとは補給できるかなっていう感じで飲むっていう感覚かな。なんかそれ以外なんか浮かばんな、他に何と、弁当のところに売っていたんだけどさ、一応は置かれてはいたんだけど、弁当と一緒わからんな、弁当は温かくて冷製スープ、わからんな、私の中ではちょっと全然なんかあの組み合わせがわからない。それよりかはあのまだなんていうのかな、卵スープ、あったかい卵スープの方が好きかな。いやでもわかんない、うん、飲むサプリとか言われてる飲むサプリかな、いやわかんないな、ちょっと理解に苦しむな、ちょっとこれ、あ何のためにこのパッケージで売っていて飲むのかっていう、うん、やっぱ夏場だからちょっと少しでもちょっと冷めた、なんていうのかな、あのひんやりしたものが欲しいってことなのかな、
違う？そっか。いやでもな、初めての経験だな、私もストローでこんな冷たいスープを飲むって。なんか温め忘れたのかなみたいな冷たいって書いてあるの温めてやっぱりあったかいのが美味しいなみたいな感じになるのかなとかさ、いやわかんないな。やっぱりスープはあったかくして飲みたいかな。一応ありはありなんだよね、全然。レストランとかで出てきたりとかはするのは全然ありで、あの飲めるし美味しいしいいんだけど、いいんだけど、じゃあこれを実際お家でどう飲むのかってなったらさ、分からんな、分からんね。冷やして飲むっていうのがちょっと分からんな。ということで本日は合点ならずでいいですか？ねえ残念ながら合点ならずです。うーんって感じですけども、なんか微妙だな。それだったらちょっとあったかいスープ欲しいな私。普通に、うん、暑くても、うん、暑い日でもあったかいスープ欲しいかな。なんかねジュースみたいに栄養補給剤みたいにジュジュって飲むようなものじゃないような気がするな。ね、そうそう、クリームスープだな。コーンスープみたいなちょっとドロッとした感じだったりね。まあもちろんストローで吸えるからさ、サラサラはしてるんだけど、そうそう、その分サラサラはしてるんだけど、でもな、でも噛んで出てきてもビビるよな。あのよくあるじゃん、販売機に冬になるとさ、ホットのコーンスープが出るじゃん、美味しいじゃん、美味しいさね。であれが冷えたまま出てきたらどう思う？ビビるよね。ねえ、ちょっとびっくりするよね。やっぱホットだな、スープはな。レナさんが美味しそうって言ってる。胃カメラ検査した後にはちょっとすっきりしていいかもしれない。ちょっとね、体にいい感じだね。そうそう、さっぱり飲める感じだな。コンビニにあるから飲んでみて。ちょっとびっくりした私。メグさんもびっくりしてるけど、やっぱスープはあったかくして飲んだ方がいいのかもしんないな。なんかほっこりしたいよね。ほっこりしたいんだけど、ほっこりはならないね。これうん、ならないな。スープはな、冷たいのは。まああったかいスープでちょっと体を温めるのが一番の、やっぱ冷やすのダメかもしんないねとかで勝手に勝手なことを言っちゃった、すいませんいやね、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。冷たいスープ、もしかするとね、食欲がない時に飲むとね、しみるかもしれないですね。ぜひぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、今日は残念ながらちょっと合点ならずとなりましたけども、また次週ね、ちょっとなんか楽しそうなものだったり、なんか不思議なものだったり、ちょっと見つけてみたいなと思っております。さあではここで今月の小勢ライブのスケジュールですけども、7月もうね、もう半年終わったね。7月にもう入りますけど、明日からか7月1日、いや早いね。7月はですね、国際通りにあります姫での出演はですね、7月4日火曜日と、7日金曜日、7月7日七夕の日だね。で7月の11日、4日、7日、11日の3日間となっております。小勢のね出演はこの3日間ですので、那覇のね国際通り、皆さんお時間ありましたらぜひ遊びに来てくださいね。そしてね、7月の15日から初のね大阪、京都、東京のツアーに出ます。15日、土曜日はですね、大阪のですねダイナーズカフェアロハスピリットっていうねお店なんですけども、そこはですね、オープン18時、19時半開演となります。今回はですね、私平小勢と横目ひろみち、三振のね横目ひろみちと2人でお出かけいたします。初の大阪でのワンマンライブですので、お時間ある方ぜひ遊びに来てほしいなと思います。大阪のね、豊中市での開催となりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
そして、16日は初の京都です。京都はゼロ泊なのよ、残念ながら。もうね、ちょっと初の京都で楽しみにしてたんだけどさ、大阪で一泊して翌日京都行くんだけど、京都終わりですぐ新幹線乗って東京に移動しちゃうのね。なのでゼロ泊にちょっとなっちゃうんですけど、京都はですね、沖縄の島唄とお料理久保町1号店でのライブとなります。こちらもですね、三線の横目博道と2人での出演となっておりますので、ぜひお近くにお住まいの方、ご予約の方して、ね、ライブ会場へ来ていただけたらなと思います。そして7月17日、こちらはね海の日でね、祝日月曜日なんですけども、こちらも初の場所、東京はね何度も行ってますけど、お店がちょっと初めてで、新大久保にあります島唄カーニバルでの開催です。こちらはですね、私平小瀬と横目博道と、そしてギターで森正明が久しぶりに参加します。正明ニーニーが来ますよ。はい、なので3名のスタイルとなっております。こちらはですね、東京新宿の方にあります新大久保でのライブとなっておりますので、実はねすごかった、すごい偶然だったのが、自分の、出身地ではありますうるま市にライブスポット E っていうお店があって、そのオーナーさんからね、たまたま新大久保に自分の知り合いのお店があるから、ぜひやるライブやるときはそこお願いねって言われてたんだけど、んでミッチーとね、三種のミッチーとどうしよう、ライブどこにしようかって言って、ミッチーが新大久保にお店があるんですけど、ちょっと問い合わせしてみましょうねって聞いたところが、このライブスポット E の、オーナーの国場さんに紹介されたお店と同じお店で、偶然にも、でおーっと思ってびっくりして、でこの方もうるま市の出身ということでね、すごく嬉しかったので、今回初の場所でのね、ライブとはなりますけども、すごく私も楽しみにしております。なので初めてだね、大阪、京都、東京の3カ所、初のライブですので、ぜひね皆さんお近くにお住まいの方、ぜひ足を運んでほしいなと思っております。私たちね、演目もまだ決めてないのよ、ミッチーとの打ち合わせがなのでね、何しようかなって思ってるんですけどもね、すごくまたほっこりしたステージをお届けしたいなと思ってますので、皆さん楽しみにしててくださいね。そしてね、7月の28日からは、先ほども言いました新潟のイオンの方へお出かけいたしますので、ぜひこちらもねホームページでチェックしてください。その後はですね、盛岡のさんさ祭りに行きます。はい、盛岡のさんさ祭りはですね、なぜ盛岡かって言いますと、うるま市はですね、盛岡市と姉妹都市でありまして、でそれで5年前にもさんさ祭りに私出させていただいたんですけど、今年もねお呼びいただき5周年ということでね、龍神伝説の皆さんと、で玉城流かよの会の皆さんと平小瀬で、お出かけいたしますので、盛岡の方ね、岩手の方にお近くにお住まいの方、さんさ祭りの時ね、ぜひチェックしてほしいなと思います。いや5年前はね、雨でさ、雨に濡れながらパレードしたわけよ。いや大変だったんだよね。だからリベンジしたいね。だからいい天気になってほしいななんて思うんですけどね。あれなんだね、沖縄ではさ、祭りっていうと土日とか祝日とかね、休みの日が多いけど、盛岡ではさんさ祭りはね、もう曜日が、日にちが決まってるんだって。だから平日でも開催するんですって。だからと思って、でもそれだけ人がたくさん集まるってすごいなと思っててさ、なのでね、皆さんね、盛岡岩手の方ね、ぜひお時間がありましたらね、足を運んでほしいなと思っております。いやなんかね、今年はねちょっとご縁がありまして、県外に足を運ぶことがちょっと多くてですね、すごく嬉しいんですけども、また沖縄で出会った皆さんとまた県外で会うこともありますし、もしかすると県外でね出会った皆さんがまた沖縄旅行に来た時にね、どこかのライブでねお会いすることもあると思うと、
すごくね、なんかやっぱ出会いっていいなって今回ね福岡行ってすごく思いましたね、うん、なのでね、ぜひ皆さん近くにお住まいの方ね、ホームページ平小勢で検索していただいて、ぜひチェックして遊びに来てほしいなと思っております。もうこれから夏本番はね到来ですけども、皆さん夏バテしないようにね、体には気をつけて、楽しい夏をね過ごしてほしいなと思っております。さあ、あっという間の1時間ね、ずっと喋りっぱなしになっちゃったね。今日はねちょっとねツイキャスもちょっと少なかったんですけどもね、また来週もねお届けいたしますので、お付き合いの方ねよろしくお願いいたしますね。それでは、これにてね、今日のライブって言おうとしてたラジオの方ね、終了となりますけども、次週ね7月の7日お届けいたしますので、またお付き合いいただけたらなと思っております。この番組は有限会社ボンキースタッフの提供でお送りいたしました。それではまた来週ね、バイバーイ。